会議、百目鬼村の僧侶百目鬼ミキ様による村人へのお説法じゃ。よく決心したわね、旦那の実家で姑と同居なんて。怖いんじゃねえの。あ、いえ、あこ早くババのお家に帰りたい。子供には子供なりの気苦労ってもんがあるんだろうね。年寄りの出る幕じゃない。自分の失礼棚にあげて随分な小娘だ。半殺し大惨事だべ。ブラーマー構わんよ。僧侶は何もかもお見通しだと言ってるんだ。そうすりゃお互い恨みっこなしだ。これで憂鬱の種が一つ減ったな。グランマの憂鬱、4月8日夜11時40分スタート。